ゆうゆう対タケです。ゆうゆうはザフィーナ、そしてタケはポールを選択しました。選ばれたのは三島道場、壁ありの四角形のステージ、ステージの隅がありますから、隅に追い詰められると非常に危険なステージになっています。ザフィーナの機動力を持ってすればポールとしてもちょっと攻めづらそうな。そうですね、意外とポールってリーチがかかったりするんで、はい、ここまでユーユーがいいペース。ただやっぱポールって結構正確さに対して強い技が多いと思うんで、なるほど、ザフィーナはちょっと難しいのかな。この状況かなりユーユーがリードしております。タックル、ビンタはうまく抜けています。しかしこうな、おお、アッパー、これはレイジアーツキャンセルからめちゃくちゃいります、このキャラクター。っていうか倒しきれるでしょこれ。激烈でフィニッシュ。これがまあポールのやっぱ武器の一つですよね。そうですね、やっぱ火力が強いんで、うん、スラッシュ見どころとしてはやっぱユーユーさん結構攻撃的なんで、はい、やっぱタケさんに対して攻めが生きてくるとユウさんの方が勝てるんじゃないかな。なるほど、まあ、このユウユウの攻めが通るかどうか、プレッシャーをかけていくのはやはりユウユウという構図。それに対してタケはうまく置き技などで守っていきます。壁までは到達せず、しかしこの壁際は生かせるか。アッパーで押し返していくのはユウユウ、レイ状態ですが、ナイスガード、まだ残っているぞ、うまい、アッパー、しかし掛け、そしてスケアクロー中からレイジアーツが繰り出せるのを使って倒しきっていきますね。見事なスカシ確定、あのタイミングの変わら、まあ、削りの一手である変わらりに対して、うん、しっかりとスカシ確定、見事でした。もっとカウンター、しっかりとスクリーンつながる、あとここはちょっと難しい、構えをね、あそこキャンセルしないといけないんで、ちょっとね、ダッシュが難しいんですよね。そしてあの構築が結構長いですね。そうなんですよ、ちょっとかわいそうな、うん、そしてこのスケアクロー構えに対してアッパーを返していくのはタケ、壁今回から安定する、そしてまさかリズム2つ、タケが1試合目リーチをかけます。いやー、ウィギョーガードしてしっかりと反撃を決めていくのはタケ、もう一度、はい、ここはティスマンカウンター、コンボが難しいんですが非常に精度が高い、横転してくるところに背面からヒット、ゆうゆう残り体力がわずかだぞ、このレイジを生かしたいところ、中断、おい、幻月、序盤はかなりゆうゆうが、ね、攻める展開だったんですが、そうですね、やっぱポールも結構置き技が結構強力なんで、うん、で判定も強いからラフィナの方特性のこうステータスだなというのがなかなか通りにくい。あ、すいません、あのステージランダム、毎回ランダムセレクトになってます。ちょっと特殊な、そうなんですよ。そのそう、すいません、ランダムセレクトといただいているんですよね。Round one. Fight. すいません、一度倒してもらってランダムで選んでいただければと思います。 Round two. Fight. ユウユウの、ね、攻めもかなり通ってはいたんですけどね。そうですね、やっぱ沖縄のカウンターのダメージがポール側が結構優秀なんで、はい、それに対してザフィーナってあんまり大きい2択っていうのがないん で、 で、まあ、ちょっと個人的な感想なんですけど、ユウユウさん結構地下角が速いんで、はい、攻めるふりをして地下角っていうのがやっぱりうまい人なんで、うん、まあ、そこも大事になってくるかなと。それをうまく活かせれば、はい、十分勝ち筋あると。まあ、先ほどみたいに河原に対して2ジャッパーっていうのが、うん、やっぱりピンポイントのスカー角ってすごい速いんで、はい、ここも勝負の鍵になってくるのかなと。2試合目選ばれたのは、こちら火山ステージですね、普通の円形ステージ。
竹が1試合取っております。Your fate is already decided. Round one. Fight. ユーユーザフィーナか、それともタケのポールか。油断。キャンセルからのガード、そして細かい削り技を使って。まずは体力差を広げていきます、ユーユー。体ボールがしっかりガードして、弦月捕まった。やはりコンボは難しいか。ジャブからの下段、しかし膝で飛んできます。体力差ひっくり返りました。反撃に残るが、しゃがんだところにまさかり打ち、非常に距離が長いので割り込めない連携を作っていきました。浮かしていきます。フォーミング、壁に押し込んでいくような動き。今度は竹も技を打って壁から出す。そうですね、もう竹さん側も結構自分から展開をしてくるような、接近戦出していきます。しゃがんでキャンセルから下段潜っている。バールゼブル有利から、ここ左アッパーで返していく。しかし竹はレイジ、先ほどこのレイジからの大逆転ありました。ユーユーとしては早くゲームを終わらせたいところ。しかし、おお、ミドガルゾルムゲダン、これは見てからガードするのは不可能でしょう。リーチが長くてとても強いわけです。手で取っていきました。だからそこそこありました。カウンターヒット、バカト、そしてフォーミング、少しずつ竹の体力を削っていっていますが、アッパー、暴れるように打っていった。そしてしっかりと出し切っていきます。見事、ミスしづらくなりましたからね、今回ね。シーズン3の調整で少し簡単になりました。ダウン奪っていくのは竹、しかしここは下段崩していきます。かかとを2つからバールゼブル、しかし左横移動でどう結構回避するような、いい左横移動になったか。アッパーでの暴れ、これはかなり決まっています。ただもうちょっとチャンスが必要でしょう。カーズドクローから置き攻め、ドライブ超有利、下段残るぞ。構えから集中、おお、下段だ、崩した This is your fate. まあ手を止めなかったのが良かったですね。そしてアッパーでの暴れが、そうですね、沖のアッパーが、中盤からこう竹さんのターンが増えてきたなと思ったんですけど、そこにこう沖の右アッパーを合わせるような感じでダメージリソースが出てきました。攻防一体の技で返しました。そしてランダムで無限が選ばれましたね。ザフィーナは無限かなりいいですよね。そうですよね、壁ない方が火力が高いんじゃないですかね。カーズドクローの存在もいいですし、はい、まあ、そもそもやはり機動力が、そうですね、やっぱバックダッシュの性能とかいいんで、横移動両方が全キャラでも屈指の性能ですから、そういう意味では無限の方がむしろ選びたいステージでしょう。そこに対して今度は竹はどうジャックにしていくかと。まずはハイキックカウンターから、しかもコンボ精度が非常に高いダッシュ勝負で崩しました。ケダケダ、ここは横移動、マンティスの構えからパカトをやはり攻めていきます。ユーユー、この攻め感で効いてますよね。体力差はつけていますから、打ち方もうまいんで、ちょっと横移動でも避けれてないですもんね。今度は竹は追う展開になりました。出し切っていく、ボンケン残った、一ドット、しかし時間も減ってきたぞ。とりあえずドライブ、取って
イージーではありません。だがダッシュローキックで削っていくのはタケ。ラウンド2ファイト。しっかりと中央で反撃していく。反撃はやはり強力だが、カラドボルグカウンターヒット減りますね。そしてカーズドクローでダメージを重視していきます。無限でもやはりこのカーズドクローの存在は非常にポイントになるでしょう。ソフからゲット、あー元気下がれませんでした。有利すぎていくらザフィーナといえどもあれを下がることはできませんでした。BK しかしジャブでこのホーミングのジャンプスペースを拾いました。ここで一旦距離を取っていきます。前に出てくる、おっとしかし勝ってここは隙が大きいんです。おお、レビアタンバックアッシュしゃがみから、これは置き攻め重視、走ってタックル、新しい、あ、これはいいですね。カーズドクローでは倒しきれないと踏んで置き攻め重視のあまり見ないレシピだったので、そうですね、竹もちょっと対応が困らされました。ああ潜れない、これはウキウキ電子手前、ダッシュにアッパーを置きました。竹の勝利。